面白いキャラクターですよね。なんか分かってるからこそアラを探してチャチャを入れたいみたいな。そうそうそう。赤い光の軌跡を描いて指輪が目覚める。はい、あのアフレコでのお二人の演技が蘇ってきました。いやーなんかどうでしたか？なんかあのスタジオでやらないじゃないですか、うん、変な緊張感ありますよね。ありますね。なんかこうね、こう座ってて、なんかいつもと違う場所で、こう目の前にマイクがあるわけでもなく、なんかこうなんか不思議な、座ってやるってことはあんまないじゃないですか。ね、なんか掛け合いはどうでしたか、お二人？久々だと思うんですけど。僕、いや基本あのやっぱ朗読小説のまんまだと字の文とかナレーションがいっぱい入ってきちゃうんで、うん、流れが一回一回止まっちゃうんですけど、うん、部分部分あの連続で会話できるところは、うん、すごいなんか久しぶりな感じかな。若干かぶせて言ってくるとことか、はいはいはい、あれいいですね。あの嫌いだ、いや俺も嫌いだみたいな、あれですよね。ああいう感じでしたよね。そうそうそう、あの基本ちょっとかぶせかぶせで、うん、で早いんですよ、うん、あのこっちはなんかまだ言ってる途中なのに、うん、なんだよって俺もだよとかバッて言って、バッて言ってこう、うん、ってなるっていうあの感じが、うん、ギギナ的にはその間もあの攻撃なんですよね。ずっと言うね、うだうだ言ってんじゃねえよって、そうそうそう聞いてないお前の話はみたいな、なんかそれはあるかもしれない。いや、そこなんかすごいときめきました。なんか、はい、久しぶりだと思って楽しい。なんかあの感じ懐かしかったですね。いいですよね、こうボンボンボンってなる瞬間。なんでアニメだったらあのよりある意味その字の文がそのアニメだと聞けないっていうのとともに、でもある意味その字の文の部分がないから連続で会話が起こって会話の掛け合い的にはより聞けるっていう特徴もきっとアニメだとあるんで、そうそう、ぜひなんかで今やってみて思いました。すごいあの噛んだ感じのやり取りが結構本編ではね、あの至る所にあるんで、息ぴったりですもんね。表面上仲悪いんですけど、仲悪いコンビネーションがぴったりみたいな。いやすごいですよね。ありがとうございます。はい、最後にあのご覧の皆様に改めて、はい、あのお伝えしたいことなどメッセージをいただきたいんですけれども、うん、でまずはあの私から、はい、普通にあの一視聴者としてですね、多分あのお二人の口からあのご自身のキャラに対する思いとか掘り下げ方とかがお聞きできて、さらにあの作品への理解が深まりましたし、オンエアが楽しみになりました。見てくださった皆様ありがとうございました。はい、素晴らしいコメント本当にありがとうございました。締まりませんかね、本当ね。細谷さんから僕、はい、このサレリューはですね、まあ、あのご覧いただいたというか、ご来場いただいた方には記憶にそう古くないことかと思うんですけれども、半年間制作が延期になりましたでですね、僕自身もですね非常に楽しみな思いでおります。その素晴らしいクオリティとともにですね物語を楽しんでいただけたらなと思います。ぜひサレリューご覧になってください。よろしくお願いします。今回こうしてアニメ放送前の特番をお送りしてきましたが、この特番というのははっきり言っちゃえばやっぱりテレビアニメをそして原作をこうご覧いただくためのこの特番をきっかけによりこう見ていただきたい、楽しんでいただきたいっていうものでございますので、ぜひこの特番を見てくださったという皆様はどうか4月から放送のアニメ本編、そして浅井ラオ先生の原作の方もどうかどうかよろしくお願いします。今回朗読の部分でやったこう浅井先生らしいちょっと独特の言い回しとかちょっとダークな雰囲気とかっていうのはもちろんアニメでも可能な限り組んではいるんですけれど、やっぱり原作の字の文っていうのはね、先ほども言ったようにアニメでは表現されてないので、ちょっと原作で読んでいただくとちょっと浅井先生節みたいなものがね、アニメでも感じられると思うんですが、原作だともっと感じられると思いますし、でそうするとまた今度アニメもそこから帰ってくるとまたより理解度が高まってより動きも入って面白いみたいな感じで相乗効果で楽しめる作品だと思いますので、どうかアニメも原作もともどもよろしくお願いいたします。テレビアニメされど罪人は竜と踊る、4月から放送開始です。ぜひご覧ください。